日本の気象第1章、今回は大気の動きについて一緒に学んでいきましょう。さあ皆さん、早速なんですが、こちらの天気図を見てください。一番左3月1日、真ん中3月2日、そして一番右が3月3日と書いてあります。だから左から右に向かって時間がどんどん経っていくよっていうことなんですよね。さあ時間がこうやって変化していくとともに、何か変化しているものがありませんか？はい。ここ注目してみてくださいよ。ここにさ、低ってあるよね。これ何でしたっけ？低気圧ですよね。はい、低気圧。はい、次の日、どこにいます？ここに移動してますね。はい、そして次の日、はい、ここに移動してますね。はい、こんな変化をしているわけですよ。はい、時間が経つとともに、はい、この低気圧の動き、左から右に移動していってるのがわかりますね。方角で言うならさ、上、この北海道がある方、この上側が北だよね。で、北の反対が南と。そして北を向いた時に右手にある方ね、右側にある方が東ですと。そして東の反対が西。そうするとさ、方角で言うなら西から東にこの低気圧が移動しているっていうことがわかりますよね。そうなんですよ。はい、こちら日本付近の中緯度帯では上空で一年中西から東へ風が吹いているんですと。だからさ、こんな風に天気が変化していったんです。で、この、風をですね、偏西風って言うんです。この偏西風ね、高度が高くなるにつれて強くなって、特に強い偏西風をジェット気流なんて言うんですよ。このね、ジェット気流をね、うまく利用しているものがあって、それがね、飛行機。例えばね、日本とアメリカ、西から東に向かう時っていうのは、このジェット気流にさ、乗って進むからさ、アメリカから日本さ、戻る時よりもね、だいたい1時間ぐらい早く着いちゃう。ね、そうすることによってさ、このジェット気流をさ、利用することによってね、まあ時間と燃料がさ、節約できるわけですよね。まあうまくこのジェット気流を利用してるわけですね。はい。で、この偏西風ね、ここにさ、中緯度帯って書いてあるでしょ？この中緯度帯の上空を南北にね、こう蛇行しながら西から東へ向かって進んで、で、これね、地球を一周しているの。すごいよね。そんな風です。で、ここ中緯度帯って書いてあるけど、中緯度帯だけじゃなくてね、赤道付近の低緯度帯とか、まあ北極付近の高緯度帯、まあ場所ごとにね、特徴的な大気の動きっていうのがあって、もう地球規模で大気の動きが生じているんです。さあ、この大気の動き、まあこの緯度によって、まあ気温によって生じることが原因にはなっているんですが、この大気の動きは陸と海の間でも起きるんです。はい、続いてそちらを見ていきましょう。陸と海の大気の動き。さあ、陸と海ではね、こんな性質の違いがあるんです。はい、陸っていうのは、温まりやすく、冷えやすい。はい、そしてね、海は、温まりにくく、冷えにくいって。こういう性質があるの。例えばこれね、イメージしやすいのがね、海水浴。夏にさ、海とか行った人がいれば、これわかりやすくない？例えばさ、夏こう海に行くでしょ？はい、陸。じゃあ、砂浜よ。砂浜どうですか？夏の太陽がギラギラ出てるとき。ね、素足で歩けねば暑くて。ね、温まりやすい。ね、海にジャブンと入るわけでしょ？ね、海はさ、そこまで暖かくないよね。温まりにくいと。そしてね、夜になると、これちょっと難しいんだけど、夜になるとね、砂浜はね、昼間が嘘のように、あの暑さどこ行っちゃったのっていうぐらいね、すごい冷えてんの、気持ちいいですね、砂浜。ところがね、海はね、そんなに、温度の変化ないわけよ。ね、冷えにくい。だから、夜は砂浜の方が冷たくてね、海の方がちょっと暖かいななんて思ったりするわけ。ね、そんなイメージで、これ考えてみてくださいよ。はい、そうすると、陸と海ってね、こういう性質があるんだなっていうのがわかりますよね。さあ、このようにね、陸と海で温度差が生じると、大気に動きが現れるんです。では、見ていきましょう。はい、じゃあまずね、昼間です。晴れた日の昼間。じゃあさっきイメージしたさ、
夏の太陽がこうギラギラした昼間を想像してみてください。昼、晴れた日の昼は陸上の気温が海上よりも暖かくなるよね。もう砂浜あっちってやつよ、ね、はい。そうするとこの時ね、陸上付近のこの陸上付近こっちか、この辺りのね空気が温められることによって軽くなります。はい、軽くなると、はい、ここにも書いてあるけど、うーんとこう上に上がってってるね。はい、温められたことで陸上付近の空気は、はい、こちら上昇気流が起きて、はい、この辺のね空気がどん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 上に行っちゃう。もうこの辺なんか空気足りなくなっちゃう。はい、そうすると陸上付近は、気圧低くなる。はい、まあ、さっきも言ったけどね、イメージよ、はい、ここどん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 上に行っちゃう、はい、この辺の空気なくなっちゃう。はい、どうする、はい、こっちには空気あるよ。はい、だから海の方にある空気が、はい、ブワーっと、こっちないのつってあげるよみたいなイメージがね、こういう風に動くのよ。海から陸に向かって風が吹くわけ。はい、はい、もう今言っちゃったな。はい、ここには海から陸に向かって風が吹く。はい、これがね晴れた日の昼間に起きやすいことなんです。で、この海から陸に向かって吹く風、まあ、海から吹いてくる風ということで海風と呼ばれています。では続いて、今昼間だったよね。はい、夜、晴れた日の夜を考えていきましょう。はい、晴れた日の夜、陸上の気温が海上より冷たくなるんですよ。そうですよね、夜っていうのは砂浜の方が冷たい。で、海に行ってみるとそこまで冷たくない、まあ、つまり、陸地より海の方がね、暖かいっていうことが起きるの。昼間と逆だよね。はい、そうするとどんなことが起きるのか、もう皆さん大体想像できるんじゃないですか。昼と逆のことが起きるんじゃないのかなと。そうなんですよ、ちょっと見てください。はい、こちら、はい、海の暖かい空気は軽くなり、はい、どんどん上に行く、はい、上昇気流が起きると。これが、海面で起きることね。はい、そうすると、はい、この辺に、イメージしてください。もうなんかこの辺空気がないよと、上行っちゃったよと。はい、そうすると、はい、空気上げますよって、そんなイメージね。はい、陸は普通ですが、陸地の方から、陸の方から、はい、空気どうぞみたいな、こんな風に風が吹くとね。昼間と逆ですよね。はい、陸地の様子見てください。はい、陸地もうここに書いてあるけど、陸上では下降気流ができて、ブワーンとこう空気が集まってくるイメージね。はい、下降気流ができて気圧は高くなりますよね。はい、そして、さっき、説明した通りですが、この陸から海に向かって風が吹いていきますと、はい、こちら陸から海に向かって風が吹く、これをね陸風と言います。さあ、この海風陸風が吹くこととね、似た現象がもっとね大きなスケールでも起きているんです。スケール一気にでかくなるよ。今度はね、大陸と海洋、これをちょっと見ていきましょう。はい、さあ、まず最初にね、こういうものがあるのよ。季節に特徴的な風、これをね季節風と言います。まあ、例えばさ、夏には日本にはこんな風が吹きやすいよとかさ、冬には、日本にはこんな風が吹きやすいよと、まあ、そういった風を季節風って言います。で、この季節風がさ吹く仕組みがね、さっきやったさ陸風や海風が、吹く仕組みに似ているよって、そういうことなんです。じゃあちょっと夏から見ていきましょうか。はい、夏っていうのは、大陸の方が海洋よりも暖かくなるんだよね。まあ、砂浜のイメージでいいですよ。ね、こっちが砂浜、陸地、はい、海、はい、どっちの方が温まりやすいんですか？陸地ですよね。砂浜ですよね。はい、そう考えればいいですよ。はい、そうすると、温められた、空気っていうのは、軽くなって上に行く、はい、上昇気流が起きるってことだよね。はい、そうすると、はい、イメージしてください。はい、この辺に空気がなくなっちゃったよ。はい、上行っちゃったよって、そんな風に考える。はい、そうすると、はい、こっち空気ありますよっていうことで、この海洋から陸に向かって風が吹くっていう、そういう仕組みになっている。まあ、さっきのさ、陸風海風と似ている仕組みですよね。はい、ということで、これが夏。海洋から、大陸に向かって、風が吹くと。はい、方角どうですか？方角。
北南で右が北を向いた時右側が東、こっちが西だね。はい、そうするとこの方向だからこうだよね、南東だよね。はい、ということでここに南東と入れましょう。はい、南東からやってくる風が吹く、南東の季節風が吹くと。まあ南からやってくる風ですから当然暖かい風ですよね。はい、では続いて冬見ていきましょう。はい、冬というのは大陸の方が海洋より冷たくなるよっていうことなのね。まあ、海洋っていうのは冷めにくいので、冬って寒いよね。だけど海洋の方が冷めにくいので大陸の方が海洋よりも冷たくなっちゃう。だからこっちの方が冷たい、こっちの方が、大陸に比べて海洋の方が暖かいっていうことですよね。はい、そうすると暖かい時は暖かい空気っていうのは、はい、空気軽くなって上昇気流が起きます。はい、この辺の空気がどん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 上に行く。はい、この辺空気なくなっちゃうってイメージするんですね。はい、そうすると、はい、空気がある方からない方に向かって風が吹くっていう、こういうことなんです。だから大陸から海洋へ風が吹いていくよって、こういう季節風が冬は吹くんですよと。まあそういうことですね。はい、そうすると方角どっから吹いてきてます？この方向ですから、これ使おうか。北と西の間、この方向でね、北西ですよ。はい、ここには北西を入れましょう。はい、北西の季節風が吹きますよと。まあ北の方からやってくる風だから、まあ冷たい風ですよね。はい、まあこんな風な違いがあるわけですよね、夏と冬では。はい、ということで今回は大気の動きについて一緒に学んでいきました。